感じて、誰かを愛して、年を取る。まだやることがたくさんある。別の世界、風になって星になり宇宙に、エイデンと愛した人たちと一緒になる。こっちだ！こっちにもいる！私たちの世界は、森や湖や山や川が広がる一つの世界に囲まれている。静かに耳を澄ませばささやきが聞こえる。天国でも地獄でも、神でも悪魔でもない。死んだ後に私たちが存在し続ける場所。もうずっとさまよい続けているけれど、まだほんの一部しか目にしていない。そこにいるけれどいない存在、無に溶け込みながら全ての存在になる。別の魂と重なり合うこともあれば、どんな人よりも孤独になることもできる。意志さえあれば不可能なことなどない世界。今でも世界を見守っている。愛する人を見守って、私がここにいることを伝えたい。もう一度だけこの腕に抱きしめて、会いたいと伝えたい。でも近くにいるだけで満足しよう。見えない透明な存在、消えゆく記憶のかけらとして、過去も未来も全て理解している。そして全ての可能性も、闇が迫っている。もう少しここにいなければ、私がやらなければ、あの世に何が待ち受けているか確かめる。その前に、たまにずっと宙を見つめることがある。通り過ぎていく映像を見つめて、何度も何度も同じ映像が
消えないテレビのように流れる。理由はわからないけれど、でもこれだけは知っている。これは現実に起こったこと。一人の時、頭の中で声が聞こえる。私に話しかけ、何かを教えようとする。たまに目を閉じると、空を飛べるような、そんな気がしてくる。人を包むオーラが見えるし、部屋を出ずに遠くの場所を見ることだってできる。あの人は秘密にしろって。でもとても怖い。特に夜、一人ぼっちの時は。暗闇で何かが動いているから。変な音やささやきが聞こえるから。何でもないって言うけど、音は消えると言うけれど、でもその正体は教えてくれないし、聞くのが怖い。よく同じ夢を見る。とてもリアルな夢。音、匂い、光。本当は夢じゃないって分かってる。まるでエコー。未来に起こることのエコー。準備しよう。あまり時間がない。分かっていることは一つだけ。私は一人じゃないってこと。